はい、今回は自分が作ったビー玉のコマでバトルしていきたいと思います。スタジアムはこれ、このレイのスタジアム、バランスの方です。まずこの、ダイエーのモックンとこのイブというゲームのギャリー、そして何も貼られていない、そしてモコミチ、それでバトルしていきたいと思います。トーナメントじゃなくて総当たりです。まずこのモックンとギャリーバトルしたいと思います。モックンが勝ちました。次にこの何もシールが貼られていない人と、早見もこみちさんのシールが貼られてあるので勝負したいと思います。もこみちさんのシールが貼られてある方が勝ちました。そしてもこみちさんのシールとこのギャリーやりたいと思います。もこみちさんが勝ちました。そしてこのこれ、シールが貼られていないの、はい、このモックンやりたいと思います。モックンではない方が勝ちました。そしてモックン vs このはや、はい、みもこみちさんのシールで やっていきたいと思います。はやみもこみちさんのがちょっとだけ回ってました。で全部買ったのがはやみもこみちさんのシールなので、これこのフェイが優勝になります。これで終わります。